なかなかですね、はい、最初のトーンが大変だね。これレコーディングでも結構苦労したんですけど、一番高いところから入るっていう、はいはい、すごい難しい、うーんっていうところが入るんですけど普段ですね、まあ、自分でこんな歌いづらい曲作んないんですが、これはですね、アレンジお願いして帰ってきたらこういうことになって、はい、まあ、だから逆に自分では普段やらないことっていうですね、チャレンジするのはとても意義のあることなんですが、うん、まあ、このようなことも起こってしまうということで、バンドじゃなくてよかったすいませんね、ありがとうございました。トークってさ、時々落語家さんの話が、うん、そうですか、あるんだけど、なんか話しかみたいな、ね、節があるよね、リズムがある、リズムがある、そういうもんですか。いや、全然自分で気にしたことなかったです。ダードだった、ダードだった、ダードだった、ダって来るの。だから、はい、なるほど、なるほど、言えたくなる。じゃあもうちょっとこう平坦に喋った方がいい感じでございますか、うん、大丈夫ですか、うん、じゃあよかったですあと、トーマ君の声ってさ、なんか、はい、芯の方まで入ってくるんだよね。うーん、ありがとうございます。ざわざわする。わかるわかる。あら、そんな言っていただいて、うん、大きな声出してるんじゃなくて、うん、響くんだよね。そうね、まあ、声声量としては、今日ちょっと昼間クリスマスライブということで、うん、銀行のですねロビーでライブがあったんです、うん、すごいとこでやってきたね。そうなんですよ。で、自分で機材持ってったんですが、うん、そこでもですね、機材がマイクの調子がおかしかったのかわかんないんですけど、途中で声が全然スピーカーから出なくなっちゃって、うん、最初は座ってのんびりやろうと思ってたんですけど、うん、まあ、大人の雰囲気なのでそうなってしまったんで、もう生声でやるしかないっていうので、立ち上がってですね、いきなりストリートライブみたいな感じになっちゃったんですけど、まあ、結構まあそんなに声量ある方でもないので、そう、はい、響くよ、すごく。ありがとうございます。シーって入ってくる。だから大きな声ばっかり出す人もいるんだけど、はい、そうじゃなくて、うん、すごい、じゃ中に入ってくるの。あんまり大きい声出すぎると、でもやっぱり喉ね、こう喉声になってしまったりもするので、やっぱりこう自分の声を聞きながらできれば、いつもこう歌えればっていうのはすごい気にはしてるんですけど、まあ、いろんな環境がねありますからね。そうですね。いつから歌やろうかなと思ったの？高校の時に、バンドですね、まあ、コピーバンドみたいなのをクラスの仲間とやって、で、まあ、別にそれはね、やっぱりこう親の影響があってとか、うん、そういうことではなくて、うん、単純に、まあ、モテたくて初めてですね、うん、普通じゃん、ね、普通だと思います、うん、だからといってモテたかっつうのはまた別の話ではありますがなんだよね、きっとね、はい、まあ、部活、僕剣道部だったんですけど、ちょっと部員が足りなくて、それでまあなかなかやっていくのが難しいということで、まあ、ちょっと何もねやらないで帰宅部っていうのもあれかなみたいなところで始めて、でオリジナルなんかも大学のメンバーとかで少しずつやってはいたんですけど、結局みんな大学3年ぐらいの時にこう就職活動とかでね、解散してしまい、でもなんか自分でどっかで歌とかこう皆さんに聴いてもらいたいなっていう気持ちがそこら辺から芽生えてきて、で、まあ、25ぐらいにギターをこうようやく始めていく、かなり遅いですね。なんかやっぱりさ、はい、お母さんの影響でなんか一緒にね歌ったり弾いたりとか、はい、なかったの？ですね、まあ、一番最初母親と一緒に歌わせてもらったのは多分まだ10代19ぐらいの時に、まあ、母のコンサートでっていうのはあったんですけど、ただその時楽器も何にもできなかったんで、ただ歌だけ歌って、でもまあ自分の曲もそんなになかったですし、結局聴いてもらうには誰が待ってても曲書いてくれるもんでもないし、自分でやんなきゃなっていうので少しずつ始めて、ようやく30万にはなって、まあCD 出すことができてという感じでしたね。そうですか。そうなんだ。私なんか父がね、はい、ジャズのミュージシャンだったでしょ、はい、だからなんかいろいろピアノやりたいとかフルートやりたいとかってちょっとやったら、はい、もう才能がないからやらなくていいって言われて封印されてしまって、そうなんですか。だから音楽はずっとやってなかった。だけどうちではジャズがいっぱい流れてたけど、後になってだからジャズダンスとかやった時に全部知ってたっていうだけじゃなくて、はい、楽器はやらなかった。僕も別によく小さい頃からなんかギターとか家で弾いてたんですかっていうのはすごい聞かれるんですけど、結局母も父もですね、家で仕事そんなにっていうかもう全然しないタイプなので、はい、家にギターもまあ置いてない、今でも全然ないですね、はい、まあ、なので楽器に触れたのはかなり大きくなってからっていうか、もう大人になってからですよね、は
そしたらいい声だったんだね。いや、それもどうかわかんないですけど、まあ、でも男性の場合は声変わりって本当に最終的に終わるのが実は結構20代半ばぐらいになっているね、話もあったりしますから、まあ、10代の頃と今の声でやっぱり結構違ったりもしますし。そうか、そこはあるね。あんまり早くデビューしちゃっても声が変わっちゃうね。そうなんですよ、まあ、自分で安定してきてっていうところがやっと分かったのが本当に20代後半になってからだったんで、そこまではずっとまあ親の運転手であったりとか、そんなんでギリギリでご飯食べてましたね。はい、そして最近はお芝居の方もいろいろ。そうですね、去年の、大体年末ぐらいからかな、挑戦させてもらいまして、ちょっとそっちの道もね最初はいいかなと思ったんですが、芝居の世界っていうのもかなりですね、やっぱり人間関係厳しいところもあったりして、はい、今やっとそこに耐えうるだけの精神力がついてきたなっていうぐらいのところですよ。ですね、舞台のお芝居だけ、テレビとかもやった？一度映画出させてもらったことはあるんですけど、まあ、デビュー前ですね。お芝居がね、はい、どっちが好き？でもまあ舞台はすごく楽しいですね。みんなで作るしね、はい、もうそこのなんか一つみんなでなろうっていう気持ちがだんだん見えてくるところが、まあ、どんだけねみんな大変でもずっと続けたくなるっていう気持ちはすごい分かりましたね。あれはちょっと魔力がね、はい、何かがあって、ね、そうなんですよ。私も一回だけね、あのテレビとかね、あの、はい、映画のお芝居をしたことがあったんだけど、はい、舞台をね一回だけラジオの時に劇団の人たちとやった時に、はい、舞台の芝居をやったの、はい、でもデビューしてすぐ引退した。もったいないですね。でもね、嫌だと思って、はい、長い練習期間と一瞬で終わるっていうのが、はい、嫌だ。まあ、拘束時間ととかね、いろいろね、こうなんていうんでしょう、費用対効果とか仕事でそれ考えちゃうとかなり厳しい部分は、ね、まあ、ありますが、でもやっぱりね、どっかでなんか、ふっとラインを超えるところがね、はい、あって、これやばい、これ続けたらやめられなくなると思って、そうなんです、今やめとこうと思って、はい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 、そこがね、みんな絶対抜けられないもう魅力でもありますし、まあ、また舞台だからこそ、映画だともうそのシーンといったらそのシーンのね喋ってる人しか見られないところを、舞台だと全然関係ない人たちも周りで何かやってたりするんで、いろんなね見方ができるっていうのが楽しいですよね。クリスタルほとんどそんな感じだもん。ラジオなんだけどライブのようであり、はい、ずっとみんななんかつながってるから、その延長でやってる感じがする。いやでもそこですよね、やっぱりこれからの時代よりそういうものを求められていくんじゃないかなと思います。多分ね、はい、そんな感じがする。そしてそれぞれの個々のね、はい、個性が光っていけば、はい、より大きなね光になっていく、ね、そうですね、はい、ようこそクリスタルへ。はい、ありがとうございます。じゃあもう一曲はアルバムから歌っていただきましょうか。はい、はいはい、もう一曲はですね、もう一曲何だったかな、イントロをお願いします。もう一曲何にしたんだっけ今日は、聞いてみよう。あ、この曲でございますね、わ、はい、かりました。カンペトーバーで勝負弁当を聴いてください。ちょっともう全然今もう完全にですね、今のあれでずっと食べたままでしょ。クリスタル化ですね。これ好きです。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ずっと食べましたよ。はい、その前なんだっけ、はい、その前と、はい、青くないけど朝焼けて、はい、茜空は優しい。さっきの最初の頭だけ今回歌う。もうなんか絶対うまくいかない気がしてる。頑張るよ。なんと楽屋で出るかな、最初だけだって。難しいですよね。あの歌い出したら結構いやー、もういきなりグワッと緊張が来ました。全然今だったらできるんですけど。それもうじゃあどうぞってなるその疲れが出ました。お人柄が出まくり、人柄大好きだから。裏声はなくて、全然わかんないなって、あんまりも気にしないのかもしれない。
入ります。もう一番丸く、はい、オッケーで、ちょっと乗せましょう。さあ、もうすぐ今月、はい、最後の年末で大笑いする舞台のお知らせ、はい、はい、ありがとうございます。東京銀座の銀座美雪館劇場におきまして、12月27日の土曜日から、30日火曜日まで4日間6公演僕出ます、意味のない音楽会2014ということでもう基本はですね、これミュージカルっぽさあるんですけど、全編90分ギャグですストーリーとかほとんどないような、どんどん場面転換してみんなで面白く、はい、既存の曲をですね、ビートルズであったりクラシックであったりを遊びながら歌うという。客席も一緒に歌ったりできるの？歌えないと思います。歌うよきっと。これね、歌えない理由がありまして、もう歌詞とかそういうのがこういう風に歌っちゃうの、あそういう、ね、あなるほど、そうなんだ。ちょっとギター漫才みたいな、そういうのに近いようなものになっていまして、もう飽きる間もなくどんどん次の曲で50何曲こういう試み初めてなの？これはそう、いや僕が出るのは初めてなんですが、まあ、この今回の座組で、うん、去年の年末にも同じようなのやられてまして、うん、はい、まあ、あと僕はコントもちょっとやったりとかですね。やだ、いかがでしょうか。ドリフだっけ？ドリフやります。ドリフ的なのやりますよ。バケツがどうみたいな、そこまではいかないんですけど完全に僕は長さんです。わかった、はい、クリスタルだよ、来年のライブそれやるツッコミって難しいですね。あ、はい、いろいろちょっと楽しみになってきたね。ね、トーマ君入ったことで本当ですね夢が膨らんだお笑いにもいけるんだ。いや、まあ何でも今は挑戦させていただければという感じですね。ぜひぜひ、じゃあ、はい、まずは来週とっても楽しみにしています、ね、はい、来週ね、はい、出していただきますね。はい、ありがとうございました、はい、マンスリーゲスト神戸トーマくんでした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、楽しみな、これ。ありがとうございます本当に申し訳ございません、速やかに出ます